少ないけれども、出席者に感謝し、私も楽しみながらお話をしたいというふうに思います。で、毎日新聞に田中正造のことが、私の書いたものが連載されております。で、今週の土曜日が第4回です。で、今までに私は新聞連載は産経とそれから上毛にそれぞれ1年ちょっと連載しましたが、今度のは小説ではなく、ノンフィクションです。でノンフィクションですけれども、中身は事実は小説よりも奇なりと言いますけれども、事実一つ一つ、その田中正造の、生き方を切り取って、それに私がコメントを加えたりしているもので、面白い、こっちの方が面白いって言ってくれる人もおられます。今度の土曜日、気がついたらご覧ください。で、今日はですね、このレジュメにありますように、2人の人物を取り上げます。で、高徳秋水という人と、それから荒畑寛村です。で、この写真に出てる左の大きな方が荒畑寛村。荒畑寛村は清廉潔癖な、それから燃えるような情熱を持った社会主義者でした。で、国会議員にもなった人です。で、この荒畑寛村の亡くなる場面をですね、瀬戸内寂聴があるところに書いております。で、瀬戸内寂聴が、寛村先生は非常にダンディーでおしゃれで、私は大好きだったんだけれども、この荒畑寛村先生が口を開けて、悲惨な状態で、胸に触るとゴツゴツとして、それは何か機械が取り付けられているのかと思ったら、そうではなくて、それがあばら骨だと教えられたと、そういうことをリアルに書いております。で、この写真をいただく、見ていただくとですね、瀬戸内寂聴が、寛村先生はダンディーな方でおしゃれでって言ったことがわかると思いますけれども、非常にですね、いい男ですよ、私と違ってそれで、田中、これがですね、若干20歳で、これがここに谷中村滅亡史という本がありますけれども、この荒畑寛村がこの谷中村滅亡史を20歳の時に書きました。で、中身が強烈で、政府を激しく批判しているものですから、完成と同時に、出版と同時に発売禁止になりました。で、それが戦後復刻されましてですね非常に注目されたわけであります。で、私のよみがえる田中正造の中でも、この荒畑寛村の、この谷中村熱望史については触れております。先の方へ行ってまた書くつもりです。それで、荒畑寛村はこの谷中村熱望史をですね、毎日新聞の連載にはまだそこ今から言うことは書いてないんですけれども、田中正造に頼まれてこの谷中村滅亡史を書きました。20歳の時に書いたそうです。で、この谷中村は滅亡史、滅びた歴史ってあるように、
谷中村滅亡史はですね、谷中村という村は鉱毒、渡良瀬川の鉱毒の犠牲になって破壊されて水の中に沈んだ村です。その谷中村滅亡史は田中正造の戦いと農民と共に戦った田中正造の、生き様と、権力に対する戦いと、密接に結びついて、おります。で今日はちょっと本題本論から踏み外れてエピソード的なことも話すんですけれどもその、先ほど申しました二人の人物というのはこの高速この荒畑寛村ともう一つの小さい方が高徳秋水です。で高徳秋水は結論的に言いますと今までも何回か話しましたけれども大逆事件、大逆大きく逆らう、これ明治天皇に爆弾をかけて明治天皇を暗殺するっていうそういう事件に関わったということで高徳秋水は、死刑になりました。その時に20何人という大勢の人が処刑されたんですよ。だけどもうほとんどはでっち上げで実際に大逆事件に関わったのはこの高徳秋水が中心となってあと数名だったと言います。でその数名の中に菅野須賀という女性がおりました。菅野須賀は菅野須賀という女性は30歳で、処刑されたんですけれども炎の火の女であったっていうふうにいろいろ後世の、歴史家から言われています。激しい社会主義者で燃えるような情熱を持って命を懸けた自分の主義主張のために命を懸けた菅野須賀、この中にこれです。左が高徳秋水でこの右が菅野須賀。実はですねこの若い頃の荒畑寛村は左の荒畑寛村はこの左の荒畑寛村いい男が荒畑寛村で高徳秋水でこの右の女性が菅野須賀ですけれども菅野